冷てえ壁だな。決心覚えよ。こんな壁があるから子供の気持ちが分かんねえんだよ。何をする、やめろ。うるせえ。あとはお前次第だ。さあ行くぞ。何だったんでしょうか、ちょっと分かりませんけれども、何か感動のシーンを見たようです。おそらく GTO の第1話を再現したものと思われます。家族と共に次のランナーに聖火を渡すようであります。次のランナーはこの方です。南の帝王の萬田銀次郎の射程、新庄公平さんです。手元の資料によりますと、こちらの男性は大阪みなみの金融会社萬田金融に勤めている会社員の方だそうです。頼んだぜ。すまへんな。さあ、すみません、ありがとうございました。あちらです。これは萬田銀次郎さんのキャスティングが非常に大胆ですね。今回はうまいこと言いましたな。萬田はん、萬田はん、おっちゃん、もう騙されて飽きまへんで。大きにすんまへん。で、美女は毒ありますからな。もう何もかも萬田はんのおかげですわ。大きに、大きに。浩平、あんたにも可愛い女の子待ってんで。どこでんの、ちょっとどこでんの。浩平いつまで待たせるの。おかまの梅子やかな。待てー、浩平ちゃん、南の帝王でよくあるシーンですね。私にはエンドロールが見えます。よくあります、最後の方によくあります。さあ、このまま次のランナーに手渡すんでしょうか。しかし萬田はんのキャスティングが非常に大胆すぎて飲み込めません。どういうことなんでしょうか。さあ、次のランナーは南の帝王がハリウッド行かなあんなならへんやろ。これ女性秘書の方に手渡せました。次のランナーはこの方です。ちょっと手元に資料がないのでちょっとお聞きしたいんですが、今何をされてるんでしょうか。うずまさの空き時間です。うずまさの空き時間、はい、を過ごされてる方ですか。はい、だいぶ空いててね。あ、そうなんですか、はい、はい、お名前とかは聞いてよろしいんでしょうか。岸大輔です。